こんにちは。ヒューマンギルドの岩井俊則でございます。で、今日は結構我々の身の回りに受けることができる甘やかし、過保護過干渉についてお伝えいたします。で、これは子供のことだけじゃなくね、対人関係にも結構あると思うんです。で、まず、私がカウンセリングその他で出会ったケースについてお伝えいたします。で、まず一つは、某大企業と言います。35歳の男性から予約が入りました。そして私は彼を待っていると、驚くことに、お母さんを連れてきたんです。ちょっと、あなたの感性を、あ、そうです。母に同席してほしいと、こう言うんですね。で、私はこう言いました。やっぱり一緒じゃなくて、あちらの席で待っていただけますかねと言ったら、お母さんにいてほしいんですって言うんです。そして、お母さんが会社の人事のことなのに結構口出しして、息子からしょっちゅう情報を聞いていて、あの課長さんはどうのこうのとかね、そんなこと言うんです。で、結局、そのカウンセリングは、引き離すことに成功はしませんでした。どうなったかわかりませんけども、甘やかしのケース。こんな風に35歳になって依存してるってのは果たしてどういうもんだろうか。で、その依存を許す母親がどうか。これも私言いたい一つです。二つ目のケース。これも大企業です。これは伝聞でございます。ある大企業の新入社員がいました。で、研修を終えて、そしてその会社は残業続きだったんです。そしたら、母親から課長に電話がありました。課長さん、どうしてうちの息子はあんなに残業させるんですか？こういう気持ちありませんか？これも甘やかしというか、過保護でございます。で、もう一つは過干渉のケースです。あるサッカー少年、結構力のあるサッカー部員でございます。ただお母さんが干渉がましくてしょっちゅう口出ししています。そして、宿題やったの、あれはどうなったの、準備はならんのと、こんなふうなことばっかりやってました。で、ある時、子供は、勉強を終えた後、ね、風呂に入るという約束だったにもかかわらず、先に風呂入ってしまった。そしてお母さんは、風呂まで追いかけていった。あなたとどういうことなの、ね、勉強が先でしょ、こんなことを言った。子供は切れたんです。どうしたかというと、風呂場のドア、ガラスですよ。蹴飛ばして大怪我した。実際になったケースです。この三つは、極端なようでございますけれども、甘やかしの産物でございます。で、そもそも甘やかしって何なんだろうか。私はアドラー心理学の立場から講義に甘やかしを定義しています。で、これは子供自身に体験から学ぶ機会を与えないことで、子供の自立心と責任感、いいですか。自立心と責任感を損なう親や教師などの対応を言います。で、これ、英語を調べてみると、パンパリングとかスポイリングって言葉です。パンパリングは欲望を欲しいままにさせる。スポイリングはダメにする。で、ここで、その子供の自立心と責任感を損なうというのは、何でもいいよという放任主義ではないんですね。やっぱり過保護、過干渉、過許可というのがありますけれども、極端なことを言うと、かつてマスコミを逃げました、戸塚ヨットスクールというのがありますけれども、これもね、私にとっては甘やかしなんです。子供の自立心と責任感を損なうような指導者の対応なんですね。合わせこうせと。そして叱ったり罰したり。これも甘やかし。ですから広い意味で捉えています。ただし、典型的にはこの3つで捉えられます。過保護、過干渉、過許可。で、これはどういうことになるかというと、過度の依存を子供に与えることになります。そして子供は無責任になります。これが、過保護、過干渉、過許可という甘やかしの慣れの果てでございます。で、過保護、過干渉については、これから詳しく言いますけど、過許可というのは、過剰に許可する。例えば、スマホを何時間やっていい。まあ、ゲームについてもと取り決めありますよね。で、そんなことについて、子供がずるずるずると言ったのに、まあ、しょうがないわね。こんな風に、やってしまう。これを過許可と言います。ですね。で、今から過保護、過干渉について、厳密にお伝えしたいなと思うんですね。過保護と過干渉の大きな違いは何かっていうと、過保護は子供の側にニーズ、必要性があるんです。で、そのことに対して親の側が過剰にサプライズすること。つまりこの破線の部分ね、破線の部分は何かっていうと、求めてない部分です。例えば話します。子供が
お母さん、宿題わからないの教えてと言ってきたときに、あ、なになにっていうふうに見て、何やってんだ、こんなんじゃダメよ、家庭教師を頼むよっていうふうに、来週から家庭教師が来てしまう。子供はそんなこと求めてないんです。わからないとこ教えてほしかった。それなのに、家庭教師というものを子供のために用意する。これは過保護でございます。過剰なサプライズ。じゃあ次に過干渉と何かというと、子供にはニーズがないんです。言ってほしいではないんです。ヘルプしてほしいじゃないんです。そういうことに対してサプライズしようとするのは過干渉。思春期によくありますね。で、先ほどのサッカー少年の母親の例、これは過干渉です。うるせえ、ほっといてくれよ、そういう言葉が子供から返ってきます。これが過干渉。厳密に過保護との違いについてお伝えいたしました。じゃあどんなふうに対応したらいいんだろうか、克服法は何かというと3つお伝えいたします。まずは関与者、親とか教師などの態度を改めること。やはり過保護過干渉は親の側の態度に基づく対応でございます。これを改めること。で、詳しくは後で言いますね。2つ目は子育てにしっかりとした指針、ガイドラインを持つこと。これが二つ目。そして三つは何かというと、やっぱりアドラー心理学をしっかり学んでほしい。まあそういう、ちょっと宣伝めいて言いますけども、心底私は思ってるんです。アドラー心理学が広まれば、子供の体験を重視する心理学であるために、過保護過干渉が必要なくなるんです。子供と親の課題を切り分けることができる。そして、子供を信頼して対応ができる。まあこんなふうなことがあります。予告しておきますね。で、実は今までね、YouTube でたくさん子育て関係について配信していますので、過去の YouTube をご覧いただくと、三宅さんの赤ちゃん編のアドレル子育て、思春期編の子育て、それから課題の分離もそうです。やっぱり課題の分離ができてないから、過保護過干渉ができる。もう一つは悩み相談でも2つほど私語っています。こんなことも参考になります。じゃあまず皆さんにクイズ出しますね。心丸いと心丸い、ね、これは実は違う言葉、ひらがなを入れると全く違った意味になります。果たして何でしょうか。ちょっと考えてみてくださいね。どっかメモするといいか分かりません。はい、パを入れると心配になりますですね。じゃあ今度違うひらがなを入れるとどうなるか。ラを入れると信頼になります。ここで言いたいことは、心配と信頼は一文字違い。そして、裏表でございます。あなたは、心配しながら子育てをするのか、信頼をして子供に任せるのか、どっちを選ぶか。これまさに態度でございますね。私は、信頼の態度を貫くことを願っております。心配するより、信頼せよと。こういうことですね。そして、甘やかしの克服法の二つ目、子育て。子育てについてしっかりと指針を持つこと、ガイドラインですね。まあ、そんなことで私は子育ての指針として、やはり尊敬、共感、信頼に基づいて勇気を与える。これが親の態度だと思うんですね。で、これが子供に伝わるとどうなるかというと、子供自身が自立心と責任感、プラス貢献感を持つことによって、社会性、創意工夫力、臨機応変力、こんなことを持つことができる。これが目指す対応だと思います。で、大事なことは、その時、その場で、親が何々すると子供は何を学ぶか。この文章公式を頭の中に入れてほしいんです。私がここでね、子供に干渉してしまうと子供に何が起きるか。そして、子供を無視すると何が起きるか。まあ、そんな風に親の対応の一つ一つを場面場面で考えていただきたい。まあ、これが、その指針に関することでございます。3つ目は、アドラー心理学、子育てをしっかりと学んでほしいということがあって、で、これはもう一回同じこと言いますけども、YouTube だけで結構学ぶことができます。5つありますけども、10分少々ですから、1時間弱ということになりますね。ぜひご覧いただきたいと思うんですね。あともう一つ、私どもは愛と勇気づけ親子関係セミナーというものを、北は北海道、南は沖縄まで、リーダーとの育てて、そして広めております。
ぜひその愛と勇気づけの親子関係を学ぶことによって甘やかしに変わるやり方、相互尊敬、相互信頼に基づく、先ほどの資料で言いますと、しっかりとしたこのような指針を身につけ、そして子どもに対応できるような子育てであってほしいと思います。で、この甘やかしについてはまた後日ね、違う形でお伝えしたいと思いますけど、まずは原理編についてお伝えいたしました。アドラーシング YouTube 専門チャンネル、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねお願いいたします。